1634年の読む売版の表紙、二人の気候詞とはジャコビアン時代の喜劇。最初の出版は1634年。かつては作者が誰かについて論争があったが、現在ではジョン・フレッチャーとウィリアム・シェイクスピアの合作ということで、研究者たちの合意を見ている。原作はジェフリー・チョーサー作、カンタベリー物語の中の騎士の話である。チョーサー、 騎士の話の表紙恋愛引劇、二人の気候誌は、調査の騎士の話をベースにし、本筋と並行するサブプロットを追加したものである。いとこで親友でもある、パラモンとアーサイトは、自分たちの都市定売の敗戦を、捕虜としてアテナイに連れて来られる。牢獄の窓から二人は、エミリア王女を見、共に恋に落ちる。二人の友情は、途端に敵外心に変わる。 アーサイトは、アテナイから追放される。しかし、エミーア恋しさに変装して、アテナイに舞い戻り、エミーアの従者となる。一方、牢獄に残されたパラモンに、老番の娘が恋をする。娘は、パラモンを逃がす。パラモンは、アーサイトと再会する。エミーアをめぐって、二人は決闘することにする。 パラモンに捨てられた老番の娘は狂ってしまう。求婚者はパラモンに変装して娘を治そうとする。決闘の前にアーサイトは神に勝利を祈る。パラモンはエミーリアとの結婚を祈る。エミーリアは二人の無事を祈る。アーサイトが決闘に勝利する。しかし、その直後落馬する。アーサイトはいとこのパラモンにエミーリアと結婚してくれるよう頼んでから息を引き取る。 ハレット・スミスは、リバーサイド版、シェイクスピアの中で、陰律の特徴、語彙、合成語、特定の宿泊の頻度、比喩の種類と使用、特定のタイプの特徴的な行をその鍵として挙げ、以下の通りに分類した。細かい点については、異論もあるが、研究者たちもおおむねこれに同意している。調査の騎士の話は、すでに二度舞台化されていたが、 どちらの本案も台本が現存しない。最初の本案は、リチャード・エドワーズによるパラモント・アーサイトである。この芝居は、オックスフォードにて、若きエリザベス一世の午前で一度だけ上演することを目的に制作された。この芝居は出版されたことがなく、二人の気候詞を書く、才の元になったとは考えにくい。騎士の話をもとにしたもう一本の芝居については、 作者が分かっていないが、シェイクスピアとフレッチャーは確実にこの芝居のことを知っていた。この芝居は1594年9月に海軍大臣一座によって上演された。フィリップ・ヘンズローが発注した芝居で、おそらくこの頃に書かれた、シェイクスピアの夏の夜の夢にも影響を与えている可能性がある。ローバンの娘をめぐる喜劇的な脇筋には直接の種本がないが、 口述するように、フランシス・ボーモントのインナーテンプルとグレー放送員のマスクには似た場面がある。二人の気候師と同時期に書かれた作品を結びつけていくと、1614年から1614年頃に執筆、上演が行われたのではないかと推測される。ベン・ジョンソンの1614年の芝居、バーソロミューフェア第4幕第3話には、 二人の気公子の主人公の一人であるパラモンへの言及があり、この頃には二人の気公子は観客の間で知られていたことを示している。フランシス・ボーモントによる1613年の仮面劇インナーテンプルとグレー放送員のマスクにおいては、第二のアンチマスクで田舎住まいのキャラクターとして、原学者、五月祭の王と女王、召使いと駒遣い、 酒場の主人と女主人、羊飼いと田舎娘2匹のヒヒが登場する。田舎娘とヒヒの片方がいないという少しだけ簡略化されたキャストが二人の気候誌第二幕第5話120から38でモリスダンスを上演している。ボーモンとの仮面劇で一度の上演のためにデザインされた特殊効果が成功したため二人の気候誌にも この演出が調整されて取り入れられたようであり、このことで二人の寄公師は、ボーモントの仮面劇からそれほど時間を置かずに上演されたことがわかる。二人の寄公師は1634年4月8日に書籍出版業組合記録に登録されている。後に、クオート版がその年のうちに出版されており、書籍賞はジョン・ウォーターソン、印刷者はトマス・コーツであった。 二人の寄公師は1623年のファーストフォリオやその後に出版されたシェイクスピア作品のフォリオ版には入っていないが、1679年のボーモントとフレッチャーのフォリオには入っている。1613年から1614年頃に公演されたと言われるが、記録が示唆しているのは1619年の宮廷での上演である。 1664年、王政復古で劇場が再開されたとき、詩人で劇作家のサー・ウィリアム・ダベナントが、公爵一座のために、二人の貴公子を改訂し、ザ・ライバルズの題名で上演した。トマス・ベタートンがフィランダーを演じた。サミュエル・ピープスは、ダベナント版を見て、優れた劇ではないが、演技は良いと書き残した。1928年に、 ロンドンのオールドビッグシアターで再演され、1955年にはアメリカのアンティオク大学やハーバード大学で上演された。1986年にはロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが、1994年にはオレゴン・シェイクスピア・フェスティバルが本作を上演している。2007年6月にニュージャージーのハドソン・シェイクスピア・カンパニーが毎年行われる。 シェイクスピア・イン・ザ・パークのシリーズの一部として本作を上演した。デイビッド・シーウェルが演出家を務め古代ギリシアが舞台という設定で地中海というセッティングを反映した様々な民族的バックグラウンドを持つ役者からなる多様なキャストでの上演であった。この上演はニューケンブリッジ版の二人の気候誌でも言及されている。本作は二0十五年六月九日に ロンドン、ボクソールのホワイトベアシアターでも上演された。2003年に山手、ゲーテザニにて佐藤里穂の本役、演出により、二人のいとこの貴公子として日本語版が上演された。2004年にはシアターにてキャストを変更し、修正版で再演された。ただし、英語版はすでに1988年に霊卓大学で上演されており、 また岩波シネサロンで1992年に英語のリーディング上演が行われている。2016年に明治大学シェイクスピアプロジェクトが夏の夜の夢と本作を二部構成にしてミッドサマーナイトメアとして上演した。1664年のザ・ライバルズをはじめとしていくつか本案が制作されている。1795年には フランシス・ゴドルフィン・オルドロンが、ラブ・マッドネス、オア、ザ・ツー・ノーブル、キンズメンというタイトルの本案を、ロンドンのヘイマーケットにある、シアター・ロイヤルで上演した。1956年には、BBC ラジオで、ラジオドラマとして本作が放送された。二人の貴公子はこれまで一度も映像化されたことのない、唯一のシェイクスピア劇である。日本語の舞台としては、 2009年3月12日から29日まで、宝塚バウホールにて、宝塚歌劇団月組公演として、ミュージカル版の二人の貴公子が上演された。脚本は、河合翔一郎による日本語訳をもとに、小柳直子が作成し、演出も小柳が担当している。主演は、龍馬咲とアスーミリ、をが務めた。このほか同2009年に、 二人の気候詞をもとに大きく改編を加えた本案赤い白黒い砂が上演されており、本作では脚本を高麗、龍太、演出を栗山民也、主演を片岡愛之助、中村指を、黒木明佐が務めている。4月3日から5日までは京都の南座で、4月11日から26日までは東京都日清劇場で上演された。 さらに2018年7月27日から10月15日まで、この作品を原作とする本案ミュージカル、ナイツ・テイル騎士物語が、ジョン・ケアード演出、堂本光一、井上義雄主演で、帝国劇場及び、梅田芸術劇場で上演される。ザ・シンプソンズ15シーズンの、酔いどれ夫婦の中で、 申しラックがうかつにも1886年産のシャトーラトゥールのボトルを手放してしまう。もうが涙を拭くために使ったのも金では買えない、希少品、つまり二人の気候誌のオリジナル原稿だった。ありがとうございます。